安静にしててもいいんですけど、いいんだけど安静にしないでください。これがぎっくり腰の直し方だ。はい、整体復活院長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。緊急です。重いな。始まりがぎっくり腰になりました、うんうん、っていう人への応急処置を教えてください。おー、この動画見てる人はあのうわー痛い朝うわーあだあだだ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 だっていう人が見てんの。そうです、もうぎっくり腰応急処置、ぎっくり腰やばいとかで検索してる人向けの動画です。はい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 、オーケーオーケー、わかりやすいね、それはそれでね、はい、もう多分冒頭とかは全部飛ばしてると思います。あとで見てどこやどこやって、はい、どこや何してるかどこやみたいな感じよね今ね多分ね、はい、ここを見てる人少ないよね多分ね、はい、オーケーオーケーオーケー、わかった。まずやってほしいこと言います。指動かして、これ結構ね真面目なんですよ。でね、あのこれぎっくり腰のメカニズム知ってほしいんですけど、ぎっくり腰は全身の筋疲労から起きています。だから全身の筋疲労は最後どこに来るかっていったらこの仙骨なんですよ。なんであのこれまずやり方だけ教えるね。あの動く場所探して、まず今多分手動いてるはずなの今この YouTube 見てるってことは。でも動けない、なんなら首も動くのも痛いとかそのレベルなんだ、大体なんだけど、大体末梢でこぎっくり腰痛くなるとここだから、ここが痛くなる、腰が痛くなってんの、一番真ん中が痛くなってる体の、だから一番外側が動くので、まずこうなってたとしたら手動かしてこうやって、でこの瞬間にも大きいようなんて絶対無理、肩も痛い、全部痛い、だからここだけ動く。最初はまずここ動かす、指の先、指の真ん中、指の付け根、手首、肘のこの海内海外、この肘ぐらいになるとちょっと痛いかもしれないけど、少しずつ動いてるはず。でこのまま軽く肩上に上げる、下に下げるとか、こうやってこう動かしてると肩が動き出します。こうやってそうすると手が動き出します。で次肩がきつかったりとかしたら、次足のちょっとごめん見せるよ。足の指寝ながらでいいか、動くはず、多分足の指ぐらい。まずこれグーパーグーパーってずっとやるの、こうやってやって、次足首で、そして足首回す。で、こう、外側、内側とかする。で、次は膝伸ばし。軽くね、軽く動かせない。痛くない範囲で。で、股関節。で、くり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 。で、股関節、肩ぐらいまで動けすと、上向きになったりとか、横向きになったりって体勢変換できるはず。とにかく動けるとこが見つけたら、動かしてみてください。で、動かして何回か動かしてると違う場所が動き出します。で、最終的に足動かして、肩動かして、頭動かして、動き出した。で、そしたら起きれるようになってくる。で、座れるようになってくればだいぶいい。で、座ったら次はね、こう立つのが、なるから、座ったら、姿勢変わったら手首動かす。足首動かす、足バタバタしてみるみたいに、さっきと同じように少しずつ動き出す。でそして足もやりました、足も上げ下げやったりとか、外に開いたり内側に開いたりってやっていくと立てます。こうやって次この体勢ぐらいになります。そしたらここでも同じように手足肩で足首ちょっと上げてみたりとかしてやっていくと徐々にこうやって起きてきます。で最終全部伸びきんないけどこれぐらいまでできるはず。でここまで来て手が動く状態だったら、この概要欄のもっと続きを見るって押してもらって、整体復活に電話してください。っていうのはね、まあ冗談だけ、冗談のような本当の話なんだけど、そこまでなってたら、まず病院でもいいですし、ちょっとね、ぎっくり腰って言ってもこれヘルニアの急性期とかもあったりするから、病院でも行っていいかもしれないです。ただ病院に行って、ちょっとレントゲン上大丈夫だから薬だけ処方します、シップだけ処方します、だったら、整体院とか整骨院に行った方がいいかなって気がしますね。で、ぎっくり腰ってその場で良くなるんですよ。で、例えば安静にしててもいいんですけど、いいんだけど、安静にしないでください。安静しないんですか？ダメ。理由は安静にして1週間後楽になるんだけど、またこれ痛くなる確率めっちゃ高いです。だって根本的に解決しないわけじゃないですか。でオーストリアかな、のある州、ビクトリア州とかどっかってかな、まあいわゆる一つの県、宮崎県みたいな、福岡県みたいな、その一つの県でこんなテストやったんですよ。何かというと、テレビ CM で腰が痛くなったらどんどん動いてくださいみたいな、コルセットをつけてどんどん動いてくださいみたいな、いわゆる腰痛くなったら安静にしてくださいじゃなくってどんどん動いてくださいねっていう CM を国が流したら、国とか県が流したら、翌年の腰痛患者さんの数が減ったんですよ。これ何かって言ったら、基本的には痛みが起きて
活動性が下がる。これ安静にしてるから楽にはなるんだけど、結局筋肉の量とか活動性下がってるんで、また結局痛みになりやすくなるんですよ。だから活動性下げずに動いた方が結果1年後の痛みは楽だったよって話。ぎっくり腰って何が悪いかって再発性が強いんですよ。1回なった人は2回3回ってめっちゃなります。もう絶対味わいたくないですもんね、1回なったら。そうなんだけどまたなるの。だからぎっくり腰1回で楽になるんじゃなくて、これをまた再発しないようにがゴールだと思ってください。だからこれをね、こう一発でどうにか直してとかって考えちゃうんだけど、大体失敗する、ぎっくり腰に関しては。なのでポイントはまず手首足首でもいいから、まず動くとこ動かして、で姿勢を徐々に徐々に直立二足に近づいてくるように起こしてくる、動かしていくっていう風に動くところを動かしながらやっていくと、だいぶ楽になることが多いかなって気はしますけど。一旦動けましたってなった後は、腰自体は動かさない方がいい。あ、動かせるんだったら動かした方がいい。絶対動かせないじゃないですか、痛くて。そうで、結局ねこれって面白いのが、末梢使いすぎて中枢硬くなって最初バーンってなっていくんで、最初ここから動かしやすいんです。例えば最初ってスマホいじりすぎて末梢が硬くなってこういう風になってるわけです。でこんな風になってくると、この運動連鎖でこう猫背になってきて、猫背になるのが習慣で後ろ側が伸ばされていくかバチバチになっている状態で、ここで立ち座りを何回もやってるとか、重いものを持ったりとかしてると腰がまた硬くなるじゃないですか。でもうどこでも全部硬くなりすぎて代償しきれない、代償しきれない頑張りすぎてる状態が来た時に、最後腰のところに溜まるんですよ。これ全部溜まって急にバーンと弾けます。これがいわゆるぎっくり腰ね。だから全身疲労なんで、あの全身の筋疲労をしっかりとってあげることがすごく大事。根本的に解決しないとマジで再発すごいんで、でそのぎっくり腰が原因で慢性腰痛ってめちゃくちゃ多いです。なんなら私のところに来る慢性的な腰痛、30年代腰痛なんですって人は、ぎっくり腰がスタートの人が半分ぐらいは占めますからね。だからぎっくり腰をちゃんと直してないと30年後の自分の体の保証は私はできないですっていうぐらいぎっくり腰の治療めっちゃ大事です。ぎっくり腰っていうのは、だいたい同じ場所が痛くなるんですか？まあだいたい一緒ですね。人によって違うけど、腰の付け根のあたりとかがなんか、はいはい、痛いっていう場所が分かんないって言うんですね。もうなんか全体痛い、動けない、やばいっていう感じですね。うん、っていうと腰椎で何番目とかは決まってるんですか？そんなことはない。あ、ないないない。これは全筋肉の疲労だから関節がどうこうってわけじゃない。ただ時々ヘルニアって言って椎間板あるじゃないですか、はい、この椎間板が当たってなんか急にこの破裂してることなんですよ。バン、こんな風に破裂してることがあって、破裂してるとそれは急性期による痛みって感じで、なんか限局的にここが痛いみたいなことがあります。でもぎっくり腰は全部痛いです、マジで全部とにかく痛いっていう場合はちょっとこれは気をつけて、あのぎっくり腰かな。ただなんかこの辺が痛いみたいなピンポイントでさせる場合はヘルニアかもしれないですね。うん、爆発みたいな、魔女のなんとかっていう、魔女の一撃、はい、本当にもうあの魔女がピンって魔法みたいにやってバーンって弾けるみたいな感じでイメージ持ってもらっていいかもしれないですね。これがぎっくり腰の直し方だ。動画を見ながらちょっとずつ動かして、そうそうそう、見てくれたらいいですね。もう今やってみたら本当にそのまま真似してやってみて、あ、動くようになったと思ったらぜひ整体が来て根本的に解決して、言った通りこれ再発しないがもう目的だから。なんで再発しないようにするために、一回その場で魔女の一撃だからぎっくり腰では楽になるんだけど、再発しないようにするためにはしっかり筋肉のバランスを整えたりとかっていう風に全身疲労しにくいような状態を作っていかないといけないんで、まあまずはしっかり改善することをやってみていただきたいなと思っています。でそのためにもぜひね、整体院福岡、全国でやってます。北は北海道、南は福岡までやっていますんで、東京も出店していきますね。もし気になる方がいれば、概要欄の方見てもらって店舗の情報あるんで、そちらの方ぜひチェックして、電話もしくは LINE ですね、問い合わせしていただければと思います。YouTube 見ましたって言っていただければ分かりやすいかなと思うので、ぜひ問い合わせしていただければと思います。はい。ということで、今日はこれで大丈夫ですか？はい。はい。ということで、今日はね、これで終わりにしますけど、今日の話よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとは高評価、コメントいただけるとすごく励みなので、ぜひね、高評価、コメントよろしくお願いします。ぎっくり腰で、今ぎっくり腰で見てますっていうコメントとかも欲しいですね。あー、見てる見てるね。見てます、やりました、最高ですって送ってください。そんな送れるかな、そんなテンションでもないよね。そんな余裕はないですいや、よくなりましたぐらいもらえると私も励みになる。結構見てますから、コメントぜひ、何かぎっくり腰になってこんなことやったらすごく楽になりましたとかあればすごくね励みになるので、ぜひねコメント高評価書いてみてください。 OK、 では今日ここで終わっていきましょう。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。何食べてるんですか？カリンと
あの全然番宣でも何でもないから、ね、何の提携もしてないから。大地の帰りにと知ってます？初めて聞きましたね。どうやったっけ、岐阜。へえ。でもね、毎年あのお中元でもらうんですよ、はいはい、あの私の知人から。あのね、めっちゃうまい、うん、止まんない。なんかね、俺の息子とかが結構好きで、はい、これ山本佐太郎商店って言うんだけど、何の会社だと思う？お菓子の会社じゃないです。ですよね、商店。商店、そうね。大地だから。うん。人参。お！全然違う。芋。違う。ちょっと止まらんくて。全然正解言ってくれない。だめっちゃ食べてるもん。これは油屋さん。そう、油屋さんなの。で、油にめちゃくちゃ自信があったんだけど、油だって広めようってなるじゃないですか。油なんてどうせも一緒でしょみたいになっちゃうから。で、あのこれ面白いよね。あのお米屋さんがおにぎりを売って米を売ったっていう話があって、マーケティングで。と同じで、油屋さんがお菓子、だから油を使う商品でお菓子を作ってお菓子を売り出して、この油を売る、ね、で、ここのね、油マジで美味しくて、俺お菓子とか全部一緒やと思ってたんですよ。けど、ここの油マジで多分いいんだと思う。俺味オンチやから、けど分かります。めちゃくちゃ美味しいし、なんか、なんだろう、重くない油なのに、はいはい、だからもうこれね、ぜひみんなに食べてほしい。もう一回言います。番宣でも何でもなくてただの私が好きだっていう話だから、まあ気になる人はぜひね、大地の代わりにと調べてもらうと、大地のおやつだよね。うん、本当にあの純米 あの米から作った油なんで、めちゃくちゃ美味しいし食べやすいんで、で気になる人は、まあ、体にいいものもね、あの体にいいものをはやっぱり痛みの解決にもなりますし、栄養素吸収とかになるから、ぜひこちらの方買ってみてください。はい、ってことで、大事なやつチェック。